だからやちょっとアニメーションとかやってる人はねたくさんいるけどんやっぱりねだからねあのスクリーンに対する革命ってもうあんまり起きない可能性があるよねさっき話したみたいにこう真ん中にこうスクリーンがあってっていうこう投射するっていうそのイメージによるアニメーションですよねでまあえっ、ー、と1秒間に24コマが流れるとうーんいうやつですね でまあ基本的には今その映像ってえっとフレームパーミニッツあごめんなさいフレームパーセカンドですね。FPS がえっと大体三十か六十でしょう。まあ、で、まあ三十ぐらいですよね。で、まあ高度なまあちょっといい映像になると六十でまあ YouTube で僕が今こうやってやってるのは三十です。フレームパーセカンド三十で、えっと f p s 六十でも実はま YouTube 設定できるんですけど えっと、まあまあ30にせよ、60にせよ、おーま二、あ、24にせよね。まあでもどうなのかなあれ24なのかな ?18 かもしんないけど、もしかしたら。あの、ベティ・ブープね、100年前、1917年、18かなえー、なんとなくて、すっげえんだ。うーん、まあまあちょっとね、びっくりした。あれどうやって撮ってんのかな本当に。よくわかんないですけど、あのー、まああの <laughs>、 ああとにかくだから映像に対する革命みたいなものはもうちょっとねあの現,現代性つまりスクリーンのショスクリーンの距離ではなく触覚視覚の距離ではなく触覚の距離で革命というかね新しいことをしなければ現代性を持ち得ないと思いますだから山内くんが現代性を持ち得ている えー、ファインアート足りえているのは彼がやっぱり触覚性に注目しているからですよこれやっぱ間違いないと思うなだからあのー、うん今はそういうことを考えなければいけないんだと思うんですねでもね高田冬彦は実は違うかもしれないけどね別の距離を考えてる可能性は高いですけどねはいじゃあえー、っと見ていきたいと思います、えー、次は高田冬彦くん 高田冬彦君のラブファントム2という展示、ウェイティングルームでの展示になります。こちら紹介していただきますね。ではまずですね、ウェイティングルームのウェブサイトの方から見ていきたいと思います。えっ、ー、とね、あ、まあ、ウェイティングルームね、いろいろ、えっ、ー、と、これ、四角で囲んであるのはね、感染症対策ですよね。今はね、もうこういうの、いろいろ大変ですけどね、しっかり対策されてますので、えっ、ー、と、イヤホンつけなきゃいけない作品もあるんですけど、ちゃんとね、除菌もね、するようになっているので、 安心して、えー、見れるのではないかというふうに思いますね。はいえー、メインの作品は大きなさ、えー、映像なんですけどね。えーあーまあ、全部映像ですね、今回はね。今回はちょっと立体とか一つも置いてないですね。たまに作ったりするんですけどね。作るっていうかたまに置いてたりするんですけどね。はいえー、ラブファントム、ね、2。1っていうのはどこで展示したんだったかな。ラブファントム1はあの、まあ、タブギャラリーかな。うん かもしれないけどね。えー、まあまあそういう,う,うタブギャラリーで、阿佐ヶねで展示してたのかな。ちょっとごめんなさい、間違ってたらごめんなさいね。で、一番メインの作品っていうか、まあ、新作、完全新、あ、ごめんなさい、新作はでも2点ぐらい、二3点あるんですけど、まあ、メインはこれです。The Princess and the Magic Bird. b i r d えっと、えー、っと、えー、っと,、えーっとプレ、プリンセスだから女王、な,な,なんていうの女王じゃないけど、えー、っと、 王女様か王女様とえっ、ー、と魔法の鳥たち2話なんですけどね王女様と魔法の鳥っていう、えー、作品ですね2年ぶりの個展その前ってどこで個展あったんだろうなあごめんなさいオンゴーイングでした失礼ラブファントム、えー、の、えー、と番号なしですねはアートセンターオンゴーイングでした吉祥寺ですねはいでした失礼しました ささんんごめんなさいオンゴーイングもすごいよね。待って、その話もしたいんだけどね。えー、っとね、はい。えー、まあまあ、これがですね、ザ・プリンセス・アンザ・マーシック・パーズの、えー、場面ですね。こう男の子のところに鳥が来てですね、お話をするっていう、そういう映像になってます。はいで、えー、っと今回テキストをですね、えー、っと宮津大輔さんですね、アートコレクターの宮津大輔さんが書かれてますね。はい 僕が見に行った時、宮津さんいらっしゃいましたね。で、もう一個ですね、新しいやつがこれですね。はい。えー、っと、1, 3, 2, 1, あーなこれどうど,どう読むわけが、101って読むのが、どういうふうに発音するか分かりませんけど、1001ですね、デセカンズっていう作品ですね。これはですね、ここはですね、完全にですね、これ、えー、実はですね、鏡面なんですよ。えー、というか、まあ、水です。これ、水。ね、水。水のところで、高田くんがこうやって、こういうふうに。 いるわけ高田くんがっていうか、まあ高田くんに間違いはないんだけど、まあ高田くんですね。まあ人がね、顔は映りませんよ。かいて、で、水のところですね、プワッつって、ふわーッつってなって、こういう作品なんですね。はい。えー、そういう作品です。で、まあこれ、これにまあもう見てわかるように、先ほどね、ちょっと話しましたけど、高田冬彦はですね、基本的にはですね、鏡の作家なんですよ。えー、したがって、ある意味、少しやや古い。 えー、といえば古いのかもしれない。えー、極めて精神分析的なあことをですね、どん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 ひっくり返してい,きいく。そういうですね、ものすごく神経質な作品作りをする作家です、えー。しかしながら作品の影響力というのはものすごく大きい。影響力というか衝撃度というのはすごく多いんです。ショックを受けると思います、皆さんね。えー、それはですね、やっぱり映像というものの中に映るですね、鏡、あるいはですね、彼のですね、 えー、彼が、えー、彼本人がですね、と鏡の中にあるリフレクティブなものにですね、があまりにも強い、強力なので、そこにですね、我々ものすごい巻き込まれていくんですね。えー、そういう巻き込むっていう、うん、自分と鏡の間のリフレクションに、リフレク、えっ、ー、と、反映えー、あ、投影って言っちゃおうかな、もう。投影ね、精神分析的に言うと、投影の中に、 他者をぐるぐるぐるっと巻き込んでいくみたいな、そういうね、あの竜巻みたいな作品です。<laughs> ね。えー、そういうことですね。はい、まあまあ、これだからナルシシズムって言ってるけど、まあっていうふうに書かれてますけどね。あの、ナルキッソスの話ですよね。えー、と、自分の鏡、あの、あれですね。えーと、泉の絵に映った自分があまりにもかっこよくて惚れちゃったってやつね。それがナルシストの始まり、語源ですよね。えー、ただナルシシズムなのかどうか ナルシシズムを逆転されてますよ、完全に。まあそういう作品ですけどね。はい。じゃあ行きましょうかね。今回の作品を見ましょうか。えっ、ー、とね、まあいろいろね、面白いのはあるんですけど、ちょっとね、メインの作品は最後にしも回しましょうか。最後に回して違う作品から行きましょうかね。えっ、ー、とね、昔の作品とかもあるからね。あれこれ展示してあったんだっけな。 ちょっと待ってね。ああ、これは別のところで俺撮ったのか。はいはい。えー、っと、うん、これね、ごめんなさい。ちょっとこの作品は見にくいんだけど、まあ、一応見ようか。えー、っとね、これね、あの、さえー、っと、ザ・プリンセスの王女様のね、あのメインの映像の終作みたいな作品です。で、 体の中にですね、体ね、骨がこうついてるんですね、骨。骨ね。骨で、高田くん、こういうなんか、ちょっと、ややチープな感じで作るんですけど、こういうのはね、全部。ややっていうか、チープだな、感じで作るんですけど、その中に、チュン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 って、この体の中で、チュン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 みたいな感じで鳥が立ってるっていう映像。怖い、怖いよ。怖いよ、高田くん、これ。そういえば、僕ね、鳥が苦手なんですよ、実は。 あのね、前ね動物が苦手って言ったけどその中でもね鳥が一番苦手なんか鳥って怖くないですか鳥って動きが読めないでしょあいつらいきなりブワッてこうやって飛んだりとかさなんかものすごい距離をあのスズメとかめっちゃちっちゃいのにめっちゃ移動したりするじゃんピョンとかってであとあの動きのねキュ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 みたいな俺なんか動き俺も動きが鳥っぽいって言われることあるんだけどキュ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 みたいな感じで動くのあれ怖くて僕本当に なかなか大変ですよ、あれ。大変です。<laughs> ごめんなさい。大変ですよって意味わかんないですね。<laughs> ね。まあ、そういう作品ですね。はい。これは、まあ、終作です。あ、でも全部自分でこうやってチュー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 ,チューって、こう、紐で動かしてるとね。相変わらず機械仕掛けとかはやりません。はい。で、これさっき言ったやつですね。えーっと、まあ、こうあ、これはね、別の映像が映ってますからね。 こうなんかうーんみたいな感じでずっともじもじしてるみたいな。で踊ったりするんですよ。で最後、あーそうそうそう、だから最後はこう最後にこう水がふわーんってなって終わるっていうこう,こういうふうにね、揺れて終わるのね。あの、ものすごくよくできた作品、これ僕すごい好き。あのね、なんていうかな、その高田くんのね、 あのすごいこうやっぱりさ相手をこう巻き込んでいくっていう作品だからある意味です,のすごい強い暴力性があるんですよねそれがねものすごくね美に昇華されてるっていう感じがするこの作品はね僕はこういうのこういうねあの美しい作品僕好きですよ高田君のん彼はあの美的なものが確実にある人ですからねえでこれはですねえっと全部ですね六本木のえっと森美術館 で一番最後の展示を抜けた後にあのに映像の部屋ありますよね、新しく作った、改修した後にに、ね、映像の部屋作ったんですけど、あの映像のところで高田、えー、くん展示してて、ですね、えー、と塩田千春さんとの時です、ね、に展示してて、えー、その時のに作った作品群ですね、これ,、ね、これがです、ね、これですすねねこれボールをです、ねえー、とこのおちんちんのところにこう挟んで,です、シュって空気をただ抜いていくっていうやつね。 これはですね、これね、これを2人の男性がですね、一つのパンツを,にをあ、どっちが履くかっていうので、喧嘩するっていう。こう、足を入れ合ったりとか、あみたいな感じで、揉め合うっていう。でね、これを受けますよ。これすげえ受けますよ。あとからいきましょう。じゃ、これね。えっ、ー、とねなん、なんとか、な,なんとか、なんのエクササイズ、新たな世紀のためのエクササイズか。えー、っていうタイトルだったと思います。 はい、なんか、肛門を押さえてますね。<laughs> あれはい。また押さえてますね。あ、これはさっきの、あ、あいはい、まあ、これさっきの、さっき説明したやつですね。はい、ほら、これ足が4本あるから、ね、4本ないけどね、これ3本しか映ってないけど、この足、足をですね、このパンツね、ブリーフにこう、どうにか入れようとして、こう、2人でこう、が入れようとしてるっていう、そういう作品。 あでこっちが勝ったみたいですね、最後。はい。まあ、こんな感じで、モめモめする。はい。で、これはこれですね、ほら。バスケットボールのここに穴がこう開いちゃってますよね。穴が開いてるというか、空,空気穴をこ,こう抜いちゃってるわけですね。えー、だから、こうやって、って抜けていくのね、これね。自分の重さでね。そういう作品。これもなんかね、不思議なんですよね、これなんか。 何なのかよく分かんなくなってくるんだよねこれがなぜかねこれ何何なのか分かんないよこれだここがパンツでここが足だよねここねこれなんだろうこれなんだろうなこっちが体のはずですよねこれ何か分かんないなあこれ足足こんなになんないですよね足こう組んでんのか 違うよ、ね、えー、これよくわかんないなあ,あこれが先に来たかこれもねあこれだから「ラブファントム」の時に展示してたのかどうかわかんないなだけどこれはね簡単でねこうやって <laughs> これ俺はもう今はねできるよこうやってね手こうやって抜くじゃんでこうやってこうやってやってるだけ <laughs> こうやってこっちこっちで。<laughs> ーっつってててかれいいいくうううそういう作品電車の中でこれリアル電車で絶対やってるからねこれもすごいよね <laughs> <は>いでこうやってお互いの手がねくっつくのハートが自分の手なんだけどハートかふーっといってそれでこう手がこうくっつくっていう愛の作品です愛ねえいいよねー <laughs> でも透けちゃうっていういやこう ところがう,まいんだよこういうところがすごいんだよ、高田冬彦は。ね、これがこの場面なきゃね、だめなんだよ、やっぱり。しかもね、ちょうど川のところで、こうあれなんだね、まあ、日が光が出るからだろうね、光がパーンと当たったら、この中のね、こうやってるのかわかるわけだよね、これ。こうやってるかもね、中でね。ね、心が透けて見えるみたいな話でね,ね、そういう作品。はい よし。じゃあね、メインの作品いきましょう。さあ、えー、ここにね、男の子がですね、普通にですね寝て、寝てるんです。極めて男の子っぽい部屋でですね、まあ、高田くんの部屋なんだろうけど、えー、でも男の子っぽく,ぽくしてますね、わざとね。はいえー、そういうね、細かいこういうところの、ね、仕掛けがいいんです。これ、ピカチュウっぽいですね、えー。こういうところを見てくださいよ。こういうところにですね、高田冬彦はあらゆるですね、えー、ものがある。では、まあ、見なくてもいい。ただ、あの無意識に入ってくる情報に、あ、まさにね、今言っちゃったけどね、無意識に。 入ってくる情報のところにあの彼の作品の醍醐味があるんですよね、本当はね。はい、で、えー、こう人が寝ててですね、あ、でもな、これ展示してるからな、まだ展示してるからあれですけど、まあ言っちゃいますね、いろいろ。で、えっ、ーねえー、とね、こういう風に、チュー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 チュ,ーチューって街の中をですね、鳥が飛んでいくんですね。で、若い男の中の夢に入ってやろうみたいな感じだって。<laughs> で、 えー、あるところに王女様がいましたみたいな感じで始まるんですよ <laughs> この、ね、話もね高田くんがやってると思うんだけどもちろんあの音はかなり音彼の音にもすごいことああの音もねすごい複雑なことやってると思うんだけど音あの高田くんが言ってると思うんですけどこれ全部高田くんのオリジナルの物語なんだと思うんだけどすごい結構相当長い物語ですよでえっ、ー、とですねえー、あこれで the next y do, do I try right えっと、鳥がですね、ある王女様のところにで、王女様をこうずっと見ていたっていう、えー、そういう、なんていうかな、その、うん、芸能レポーターみたいなもんだな <laughs>。の話なんですよ。はい。こ話してるので。で、ピー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 みたいな感じでずっと言うんだけどね。はい。はいはいはい、で、えっ、ー、とブ、The Princess of s a i l って書いてあるね。セイロンのえーと あと、プリンス。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。え、プリンスですね。だから、えー、っと、えー、正論の王子様のところに行くのかなみたいな話。でも、これ、まあちょっとあんまり細かい話はやめようか。ネタバレになるから。ね。で、まあ大体の話でいきますね。じゃあね。はい。で、この王女様がですね、だんだんですね、あ、これが一番初めの場面なんだけど、まあいい,い、か。で、だんだんですね、王女様がですね、もう、このなんかね、あの、なんていうかな、その、 まあな要するにセックスにはまっていくんですよ。で、えーとえー、とそれで街とかに出てですね、えー、お祭りでいろんな男と交わるのを楽しみにしていたりしていて、その交わりに行く話とか、あと、なんかね、山賊かなんかのね、なんかすごい煙むくじゃらの山賊をなんかこうの匂いの臭いのがたまらないみたいな。<laughs> <laughs> そんな話をずーっと男の耳元でずーっとし続けるっていう作品なの夢の中に入っていくっていう作品なんだよ若い男の子のねそれをね植え付けられるっていう作品なんですよ怖いんですよ危ないですよねそんなことやっちゃダメですよっつってねなるんですけどねはいね <laughs> この鳥は何なんだ本当にこいつらは天使か何だこれは いや、これはでもね、でもな、物語俺もうちょっとあれだな、もう一回行こう、やっぱり。だけど、あの、まあまあ、そういう作品なんですよ。ね。うん。だから、ものすごく直接的です、今回は。これまでね、そういうね、セクシュアルであり続けたんですよ、ずっと。高田くん、高田くんはね。えー、まあ、まさに文字通り精神分析的にね、セクシュアルの問題を、 扱い続けけてきたんだけどこういうね直接的な表現になったのは初めてなんじゃないかな多分と思うんですよ、えーえー、それゆえにこの <coughs> 鳥みたいなものを必要としたんだろうねとあと音だよねやっぱりねうん今回はね声ですからねそして物語うんあのし ものすごくね視覚的な作品だったんですよ、高田くんの作品って。あのとにかく映像が面白いのね、えー。っていう作品が多かったんですね。で、音についてはですね、例えばですね、ディズニーの音楽をあー元にしたりね、えー、あるいはですね、と、うん、一番初めにその作ってたのはブリトニー、ブリトニー・スピアーズの音楽とか、 えーとレディー・ガガの音楽を使ったこともありましたね、えー。そういう作品をずっと作ってたんだけど、今回完全にオリジナルの音でっていう、いちょっと音がなくなった時期もあったか。えー、ということで、ね、あとね、くるみ割り人形と。 とかもねあとっていうことねだったんだけど今回の、ね、音がすっごい重要なんだよねということでちょっとね別の作品見てみましょうかそれこそね恵比寿映像祭のですねサテライト展示みたいなのですサテライトとか恵比寿映像祭の一部なんだけどちょっと、えー、と美術館とあ写真美術館とは別のところでやってた展示ねこれねすごい名作なんですよ「牧神の午後っていうあの演劇がありますけどねあ,あれのですねを元にしてた 作ってるんですけどこうやってねいろんなまあなんかあのこの少女の格好してる子たちに高田くんねボクシンがですね牧師の格好をした高田くんがいじめられるっていう作品でそれを高田くんが自撮り棒を持ってわっつっていじめられてるのずっと自撮り棒に撮ってるっていう作品だからいじめられてるのが大好きっていうことですよねまあそういう作品ですよそういう牧師なんですよ これはね、すっげー面白いですよ。これ、すごいいい作品よ。であの、やっぱりね、自撮り棒ってね、今ね、どのぐらい使われてるのか分かんないけど、自撮り棒ってすっごい重要なものだったと思う、あれ。だから、自撮り棒がなくなったっていうことが僕、すごい重要だと思ってるんですよえ。先ほど山内翔太君紹介した時にね、話したみたいに、えっ、ー、と、このスクリーンっていうものは距離が必要なんだって言いましたよね。だから、高田君が自撮り棒っていうものを使ったっていうのは必然なんですよ。なんでかっていうとね、その、この時にはもうス,クリーンスマホかなりありましたよ。で、 これ作ってだいぶ前の作品ですけどね、これ。で、これをですね、えっ、ー、と、スマホだったらですね、スマホね、スマホは触んなきゃいけないんだけど、このね、自撮り棒だったら距離ができるじゃん、距離が、こういうふうに。ね、その距離があるとこいつはスクリーンになるんですよ。この手を伸ばしてやるとですね、えー、スマホもスクリーンになりうるわけね。でも、こいつが手の中にある限りはスクリーンになりえないんですよ。 えー、だからやっぱり彼はあのそ,そういう距離の問題をあのものすごくうまくつきあの、えー、と使っていると思いますだからあの今、えー、と自撮り棒とかその単純な映像単純っていうことでもないけど映像作品ではなくてあの今回声に行ったっていうことはすごくあの理由があると思いますよねだから声っていうものと一つもう一つね非常に直接的に、えー、と鏡ですよねまあ,あの泉ですけどね水ね 水を、鏡として使われる水、え水面をお直接的に使ったっていうことは、やっぱりもうあの次の段階に入ったんだなーっていう感じがして、あのすごく僕は良、えー、かったですよね。面白かったですよね。はい。で、こういうね、高田くんがこう、こういうふうにね、<laughs> こうなってる。こういうふうにいじめられながらっていう、こういう作品ですね。はい。ね、で、最後ね、こう高田くんがね、これ実は夢だったっていう、夢落ちなんだけど、 この演技もいいんだよね,ねこう無声してたっていうそういうオチなんですよね、うん、でねこれね音はね大谷由雄さんなんですよねであの企画自体がですねえー、っとですねあの,あの人です木村悟さんあのと今女子美術大学の先生やってますけど教授かなえーですね木村悟さんあのダンスの人ですからね彼ねあの元々東大だけどあのねえー、で木村さんの、えー、企画で、えー、これやって んですよ、うん、ねあ木村さんの企画のイベントの一つみたいな感じでえっ、ー、と作られた作品なんですね。はいそういう作品ですよ。あ,あとね、これはね、あこれあんま映さない方がないいか、ちょっと大写しはしませんね。これね、こういうふうにね、こう、パーッつってお尻の穴を映すわけですね。で、お尻の穴のところで、こうね、 ロールシャッハーを作るわけですよ。ロールシャッハーテストね、これ左右が同じのってやつね。で、それで、ここ、あのね、自分でやっていくっていうので、ね。で、これはね、明らかに元ネタ、元ネタっていうか僕なんだけど、まあまあ、<laughs> いくつか僕がなんかね、言ったことが取り入れられてるやつ作品があったりもするんだけど、まあ、それはちょっと言わないことにするけどね。まあまあ、それで、えっ、ー、とね、このね、 あのねここはね、とか言って、あのね、ここにね、あのね、お城がある。お城の中にね、あのね、なんとかさんがいて、めっちゃなんか拙い感じで説明していくっていうね、自分のお尻をね、で、こう指さしながら。これ多分一人でやってるんでしょうけどね。異常ですよね。あ、これなんかすごい映像が綺麗に撮れちゃってて、まずいですね,、はい、ね。お尻の穴は何かと使うんですよ、高田くんは。 で、これ、お尻の穴にですね、食虫植物、彼食虫植物集めるのが子供の頃から趣味で、相当詳しいんですよ、植物で、食虫植物ってこうなってる食虫植物があるじゃないですか。これをですね、お尻の穴につけて、これがクルミ割りじゃねえや、これはクルミ割り人気じゃねえ、これもクラシックで音楽が流れる中でね。てててててて、てて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 てお尻をですね、こう、ケツの穴をね、こう、ギュンって下がったら、こう、開くようになってると思い ピャンっってて開くようになねでこうやってペッて立ったらピッて閉じるわけでこうギュッて下がるとピッて開くわけっていう仕掛けになっててこれが音がだんだん開いていくと「ューみたいな感じでで「てて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 みたいな感じでなんか音に合わせて肛門にの食虫植物が開いたり閉じたりするっていう作品。 これここれれが高田君ねこれこれ,これたたね,これ、はい、これねでこれでこうこうなんかな何これこれは何なんだろうねこれ仏像みたいな感じになってるけどねこれこういう作品ですでこう,でこう、ね、指でこうこうあの指揮をしてるので、ね、この指揮も上手なんだよね高田君そういうのすっごい上手なんですよね演技力が高いんだよねあこれもまあ有名ですよねこれは えーっと、これはもうラストの映像だけ見せようか。映像っていうか作品のところだけ見せようか。こうね、人魚がね、足を切るわけですね。足を切るわけね。で、こうなんか血が吹き,と吹き,吹き飛ぶっていうか、まあ、血じゃないんだけど、玉なんだけど、こういう風に吹き飛んでいって、包丁でバーって切っていって、で、最後にこたつっていう。これはあの、リトル・マーメイドです。リトル・マーメイド。ね、ディズニーの。はい。の作品ですね。で、これ、牧師の午後ですね。 牧師の子が僕好きだからね、いっぱい写真撮ってますけどね。はい。まあそういう作品ですね。えっ、ー、と、あともう一個ぐらい見る。あ、これはね、あ<ー>間違えた。これさっきの食虫植物ですね。えっ、ー、と、これがね、これはね、これはクルミやり人形で、僕、この作品ものすごく好き。あの、エサハウスにあります、うちに。で、えっ、ー、と、あの、こうね、 これね、高田君がおちんちんをですね、股に挟んだ状態で,でこうダンスしてるっていう作品なんですよ。でこの,このですね、スカートがピローンとこう広がってるのはこれこれはここに手があるんですけどこれが自分で紐を持っててこの紐をこうやってフューッと上げるとスカートがこう自分でスカートめくりつまり自分でスカートめくりするとそれをみそ見せびらかすっていうしながらクルミやり人形で踊るっていう作品なんですよ。ねで これねちょっとだけ言うとねこれ少しだけなんですけど実はねこれをねあのね覗き見してるやつの視点が入るんだよね覗き見してるやつのまあそういうところがすごいのよね、うん、あのとと盗撮し盗撮じゃないけどねまああの影から見てるやつの視点が入ったりとかするのね、うん、これもねこれね これね、フェミニズム的な要素を持った作品でしてね、あの、強い女性ですね、に対してすごい強い憧れがあるっていうことをね、彼は説明してたけど、あの、で、これね、強い女性、これアウン・サン・スーチ、これメルケルじゃないかと思うんだよな、ちょっと分かんない人が、これ誰かな分かんないけど、まあそういうね、そのリーダー、リーダーの女性たちの顔をトートテムポールにして、一人ずつね、名前を言いながら、これをね、ポンってこう、 あ、こう、えっと、これをね、えっと、この辺にいっぱい顔が転がってるわけよ。で、それをですね、一個一個ね、抑えながら、自分の顔で抑えながら、こう、トーテンポールみたいに積んでいくっていう作品ですね、これね。はい。まあ、そういう作品です、これね。あ、で、これねた、いきなりこう、実はこれ当然グリーンバックで作ってるから、だからここにグリーンバックがポーンと出たりするんだよね。あ、これがだから、これだけ誰かわかんないけど、 こういうふうにこう足でこう拾ったりしながら、だんだんこうね、こういうふうに、こういうふうにね、積んでいくっていう、こういう作品ですね。これ、牧師の午後。うん、まあそんなところですかね。はい。えー、以上がね、えー、ラブファントム2、高田冬彦君、ウェイティングルームでの展示になりました。はい。 ということでね、高田くんはね、もうこれからもね、ずっとずっとね、活躍していくことはね、まあ間違いないと思いますし、見られる機会もね、多くあると思いますので、まだね、これ、ライブ配信している時点ではですね、展示続いております。3月7日までですね、2021年1月30日から3月7日までとなっておりますので、ぜひですね、見に行っていただきたいと思います。なかなかね、ラブファントムじゃなくて、メインの作品となります、ザ・プリンセスアン e マジックバー h っていう作品は、 かなり長いです20分以上あるんじゃないかな20分くらいかなあのあるはあると思いますので、えー、ぜひね、えー、その全体を見てですねいただきたいと思いますはい、えー、では以上になりますありがとうございましたはい